アローラ、マツコです。さあ、今回もポケットモンスターウルトラさんやっていきましょう。で、前回ね、なんか草のあれ終わって、あれ終わって、まあなんかこっち戻ってこいってことで戻ってきましたんですよ。で、あ、リリアさんいるわ。なんか、特訓してた。行け、星雲ちゃん。跳ねるです。ピュー。マシコさんの真似をしてみました。一回見たことないんだけど、そんなこと。あなた、傷ついてばっかりでしょ？私、自分の痛みのように感じて、苦しくって。でもマシコさんやハウさんのように強くなれれば、何か変えられるのでしょうか？ピュー！まあ、そんな無理してね、強くならなくてもいいんですよ。あの、マシコさん、お久しぶりです。ここが空間研究所で博士がお知らせします。あの、試練は、3つもあって大変そうですけど、大変でした。正直道中大変でした。ですよね。でも3つ全てこなされて、だからなのですね。ニャビーさんとも心が通じ合ってある。そんな風に見えます。本当に久しぶりだな。久しぶりすぎてどんな声で喋ってたか思い出せなくて、もう適当な声で喋ってたわ。どこ行けばいいんだ？上行けばいいのか？待ってる人教えてくれない？うん。上は研究所だけ。あ、そうなの？上行けばいいんだ、とりあえずじゃあ。ん？オッケー、行こう。何回？ 3 回しかないから3回行こう。選択肢が3回しかないからもう3回行こう。やあ、ハニー。誰？こんな場合でもお帰りなのかな。彼女はバーネット博士。空間研究所の所長？そして、僕の奥さん。あ、そうなの？マジモンのハニーじゃん、じゃん。俺適当に言ってるのかなと思ったら。あなたがマシコね。さっきリリエから聞いたわ。頼れるトレーナーさんだって。3ヶ月前、浜辺で倒れてるリリーを見つけたのよね。バッグの中にいたコスモックもぐったりしてたし。ん？ハウはいないの？ハウはマイペースだからね。ハラさんみたいな大物、島キングにだってなれるよ。そうかな？すげえな、お前。言われた途端出てくるな。待ってた、お前スタンバってただろ、お前。そうやって呼ばれるの待って。うわ！ああ、本当だとも。いらっしゃい。ハウ、久しぶりね。あのさ、マシコにアローラの不思議な現象を教えてあげてほしいんだ。もちろん。アローラの謎、それはウルトラホール。アローラではごくごく稀に空間に、あ、じゃあ空に穴が開くとされてるです。そしてその先には未知の空間があるらしいの。なぜ未知の空間があると推測されているのか。それはウルトラホールから怖いポケモンがやってきたとのこと。伝承が残されているから。ピュー。根拠としては貧弱だけど無視できないのよね。これまでのポケモン図鑑にも別世界に関する説明はいくつか散見できるし。怖いポケモン？野生のポケモンは人を襲うこともあるでしょ。ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったそうよ。ウルトラビーストと呼ばれ、恐れられ、島の守り神と激しく争ったりしたみたいね。さっきも言った通り、伝承があるだけで、どこまで本当かは不明だけど。空間の歪みを調べて、ウルトラホールの謎を解けば、最高なんだけどね。ポケモンと空間の関係なら、研究所の本棚に、いくつか事例をまとめてあるわ。へぇー。ちょっと読んでみるか。ん？あ、孵化した。なんだと思ったら孵化した。ようやっと孵化しましたわ。なんだ。ブーウィー！ EV じゃないですか。 EV じゃないですか。めちゃくちゃポケモンのボール、モンスターボールがいっぱいある。やっぱ進化の枠が多いからな。え、EV、進化ポケモン。EV がとても不安、
不安定な遺伝子を持っている理由は未だに解明されていない。はあ。ニックネームつけるか。何にしようかな。はい、Pちゃん。イーブイってさ、確か犬だよね。だから、昔ね、うちで飼ってたウサギの名前をつけました。はい、Pちゃん。めちゃくちゃ適当。まあいいや。オッケー。本棚がどうだらって言ってたっけ。お話聞いてみよう。夢の狭間に資料がある。これか。これ関係ないか。とりあえずぬじるちぎっとこう。なんもねえな。とりあえず話せばいいのか。研究所の本棚にいくつか事例をまとめてある。ここか。ギラティナ解説テキスト。常識の通用しないこの世の裏側に言われたら破れた世界に想像する。へえ。ドータくん。ドータくんってさ、普通のポケモンじゃないの。別世界のあの赤いダメ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 豊作の神とされている。パルキア。なぜギラティナディアルガを飛ばした。空間のつながり自由に、あたたたたたた空間に移動できるのだ。はい、こんだけ。こっち側も見れたりはしないよね。こんだけか。どうしよう、ね、リリエの話すのか。3ヶ月前のことです。星雲ちゃん、コスモックについて教わろうとバーネット博士をお尋ねしようとして、でも道に迷い浜辺で倒れてしまったのです。夜中にもかかわらず私の話を真剣に聞いてくださっただけではなく、旦那様のククイ博士に連絡なさって、星熊ちゃんの資料とロフトを貸すように手配してくださったのです。バーネット博士は本当のお母様のようです。めちゃめちゃいいお母さんだよね、多分そうなったら。うん、どうしたらいいんだろう。ハウじゃないか。ああ、もうこれこっち行けばいいのかな。マシコ、興味深い話だったろ。ウルトラビーストがいたとしたらどんな技を使うか気になるね。さて、アーカラでの3つ試練を全て終えたんだろ。すごいぜ。次はいよいよ島クイーンライチさんとのポケモン勝負。アーカラ最大に最後の大試練だね。いってらっしゃい。ライチさんの家はディグダトンネルを抜けた先のコニコシティ。コニコなんかユニコみたいだな。ユニコシティみたいだな。あ、はい、私はパネット博士とお話ししてます。行ける場所が増えていくなって、パートナーのポケモンと一緒に成長したって感じでいいよね。お前さっき話しかけたとき同じこと言ってたからな。読まなかったけど同じこと言ってたからな、お前。よし、行くぞ。ディグダトンネル羨ましい色。僕も地面になりたい色。何？ロトンネル？ロトンネル？ロトンネル掘ってろ。掘るのはめんどくせえな。なんだ？ん？また暗くなるのか？ん？違う。なんだ今の。空に裂け目が。マシコ、キャプテン3人の資料をこなしたんでしょ。だったらディグダトンネルを抜けてライチさんに会うんだよね。ディグダトンネルはね、こっからだとポケセンの近く、見逃しやすいから看板を要チェックだよ。あ、大丈夫、俺さこの前行ったから。ポケモン、うん、小学生だな。うん、一番小学生らしい小学生してるわ、ハウが。うん、なんだかんだ言って一番小学生らしい。いた。こっちだね、行こうか。その前にロトポンするわ。なんかいいのちょーだい。これは応援ポンかな。ビンゴ。オッケー。行こう。ディグダトンネル。ん、あ、いるじゃん。で、島巡りはどうなのさ。ちょいとゼットクリスタル見てごらん。お、マジか、すごい。魔王の試練もこなしたんだね。こっちもそろそろだね。ディグダも落ち着いてきたし、マシコの実力ならトンネルだって抜けられるさ。ディグダトンネルを抜けるとコニコシティ、あたしのお店があるからそこで待ち合わせしようか。お店構えてんのか。いた、痛くはねえわ。毛が生えてる。髪の毛生えてるじゃんこいつ。
あ、急に波平ぶり出したなこいつ。どっちだ、こっちか。あ、なんかある。あ、いる。こっちじゃないのか。ふう、ライスさんの指揮のおかげで予約一段落ね。アローラ、私たちはエーテル財団、ポケモンの保護をしています。こんなにディグダが暴れたのはスカルダンの仕業らしい。あー、もう絶対来るじゃん。うん、ろくでもない、ろくでもない、とんでもないやつら。ディグダが長年掘ったトンネルを使ってるんだよ。だからポケモンと揉めずに取らせてもらわないとね。まだディグダもいるけれど気をつけて通り抜けてね。リー申し上げ、盾祭る。よし、行こう。なんだ、すご傷。下か、この奥の細道行けばいいの。うわ、絶対あれじゃん、ポケモンじゃんこれ。後ろを通っていく。こっちでいいのかな。あー、なんか違う、臭いけど、まあいいや、とりあえず行ってみるか。穴を掘るじゃねえよ。何急にお前ホモビー出演しようと努力してんの、作業員の中乗り。んー、こっちじゃないのか。え、これケンタロスラッシュでこれ押し込める。あ、さすがに無理か。どこ行けばいいんだ。こっち側行ってねえのか。こっち側か、こっち、あ、こっちっぽいな。あー、いたわ。あー、参ったぜ。どんちゃん騒ぎしてたらよ、ディグダに囲まれて袋叩きよ。わかる？袋叩き、袋で叩くことじゃないぜ。だからよ、俺らも袋叩きしたいわけ。そんな気分の俺らの前に現れるお前が悪いわけ。ジャイアン理論かよ。マシコー、誰かと遊んでると思えば、なんだスカルダンか。なんだとはご挨拶じゃん。こいつらまとめて締めちゃおうよ。ああ、よろしく。ああ、よろしく。ああ、ダブルバトルか。ダブルバトルか。ちょっと予想外だったわ。野党森とアーボ。うん。まあ、さよなら。閉めるなよ。袋叩きするなよ。理不尽かよ。俺ら、世界征服とか目指してないのに必死になるなよ。もうやられるときはね、やっぱやらなきゃいけないから。正当防衛ってやつですよ。うん、仕方ない。バイバーイ。マシコ、マシコと一緒に戦うとさ、ポケモンが安心してるから、やっぱすごいトレーナーなんだね。うん、今投げるね。あー、どうも。あざっす。PP リガーガーを使うとさ、一つの技の PP 回復だよ。ロトポンでもらえる PP 回復ポンと似てるよね。さーて、ディグダと遊ぼう。もうさすがマイペース王だな。これで出れるのか。ユニコ、ブーなんだ？誰だ？おう、島巡りのトレーナーか。私はハンサム！ハンサム！なんか聞いたことあるさ、ハンサムって。あれじゃねえ？ダイパンの時に似たやつじゃねえの。わけあって世界各地を巡っているものだよ。アローラは喉かでいい。バカンスにうっけつけだ。先ほどもユニコシティにあるライチさんのお店で珍しい石を手に入れたよ。新たな世界を作ろうとしたり、ポケモンを解放しようなど、とんでもないやからもいないからね。とはいえ、ポケモンマフィアの目撃談は気になるがな。おっと、引き止めて悪かったね。お詫びに雷の石を3つ あげよう。うっかり見つかった。すごい買ったな。すごい買ったな。では、島巡りのトレーナーよ。素晴らしい冒険を。あ、どうもありがとうございます。ここで、ここなんだ。警察かな。なんで巡査だ、お前と戦わなきゃいけねえんだ。取り締まられる対象じゃないですよ。あー、バレるのね。もう退屈なのいいことじゃないか。無理にお前争いを生もうとするな。じゃあ行こう行こう。お、なんかすごい活かしてる。中華って感じがするな。
デリバートが飛んでった。かわいい。かわいい。何やってんの。プレゼントしたのか。はあ、とりあえずポケセンで開始します。よっしゃ、じゃあ行こうか。待つところここだよね多分。旗も刺してるし。大脳の手紙を持っているようだ。マシコ、ライチです。この回大脳です。いつもお留守番をしてもらってるの。待ち合わせはメモリアルヒルの奥、命の遺跡に来てね。メモリアルヒルってどこだ。上行ったわ。なんかもう帰ってきたわ。のずず薬。あ、ちょっと待って、間違えた。なんか連打しちゃったわ。満タンの薬。何ライチさん、いい人かよ。のずのず。それが勝手にあれかの、大ノーズがライチさんの開けて引き出し開けてきたのかな。ちょっとライチさんの部屋行ってみようよ。ここか。ここすごい可愛い部屋だな。あの人すごい可愛い部屋いるんだな。間違えた。あ、ぬいぐるみかい。まあ、待て、無視してお休みを呼んだあなたは真っ白なんて、ちょっとよくわかんないわ。ちょ、よくわかんないよ。連打しちゃった。あ、お前は本物か。ごめんな。遊んでる暇ないんだ。遊びに来てたけどさ。なんか物色できるもないかなと思って遊びに来て。あ、ちょ。だから勝手に寝るな。勝手に寝るな。寝心地を確かめるな。さて、じゃあ行きますか。命のなんちゃらこうちゃらってとこに。こっちだよね、多分。こっちじゃない気がするわ。なんだ、こう行けないぞ。進化の奇跡。これあれじゃん、進化してバケモンに持たせるとなんか防御力 1.5 倍とか、なんかそんな感じのやつだよね、確か。ほのぜと外す。あ、いや、ここギャルゾーンに持たせるか。ちゃこれか。持たせよう。オッケー。よし、行こう。どこ行けばいいんだ。命のうんちゃらってどこだ。あー、こっちか。メモリアルヒル。あー、なんか走っちゃいけなさそうな場所に来たわ。あー、勝手に取るなお前。勝手にお前取るんじゃないお前。ちょっと気になるから全部探そうとするけどさ。うわ、なんかすごいのがある。立派だなこれ。別何もないんだ。まあ、とりあえずまっすぐ行こうか。うん、オッケー、行こう。なんだ、びっくりした。バッドガールって怖そうでしょ。下見やすくちゃんとバッチャンと呼んでください。バッチャン。おばあちゃんみたいな時間だな。こっち抜けていけばいいんだね、多分。なんだ。スカルダン、人のポケモン返しなさい。やん。ゴタゴタうるせえな。ガタガタ言わすぜ。そうだよ。俺らもポケモン売って金儲けにマジだから。ポケモン返してほしくば。勝負。ポケモン勝負。やん。ちゃんとしてくださいよ。代表に何て言われるか。支部長、いつも口だけじゃないですか。口だけで何もしないじゃないですか。私こそがエーテル財団最後の砦。何かあれば大変でしょ。おお、そこの奴隷な。私の代わりにスカルダンを退ける名誉をお与えしますよ。めんどくさ。お前準備はいいか。俺は準備いいぜ。別に準備はいいけど、やるとは言ってないじゃん。俺も先に来てしな。バイバイ。ありえない現象、情けない現実。こんなポケモンいらねえよ。お前らグッドラック。あ、すごい自由なやつだな。お前すごいカマキリみたいな顔してんな。
よかった。やん。君ありがとうね。いやいやいや、島巡りですか。素晴らしいトレーナーさんですね。私委託感動しました。素晴らしいものをお見せしますので、まずアーカラの大試練をこなすのです。そうすればハノハノリゾートから素晴らしいところに案内し、ハノハノリゾートってどこ、ここ助けてくれて本当ありがとう。あなたがいてくれてよかった。じゃあ島巡り頑張ってね。あ、どうもありがとうございます。ちょっと待って、ここ気になった。ああ、そっちから行かなきゃ。まあ、めんどくせえよ。アーカラ島外れ。あ、なんかある。あれだ、わざましいんだ。吸血、なんかあそこすごくね。あれ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 、ん、来た、ポケモンかーい。コイキングだったわ。何かと思ったら普通にコイキングだったわ。よし、こっちかね、行こうか。あ、バレた。もうバレねえだろうなと思って、ちょっと見とこうかなと思ったらバレたわ。こっちか。なんだ？あんたね、グラジオが言ってたの。何にも感じない普通の子に見えるけどね。なんか、お前あれだな。ゲーム間違えてね。ペンキ打つゲームに出てくる人っぽいっすけど。あたいはプルメリ。スカルタンを束ねている。言うなれば、姉子ってとこ。あんたも知ってる通り、連中バカばっかでね。でもさ、バカだからこそ、可愛いってとこあるじゃない？わかる？可愛いあいつらをいじめるあんたが邪魔なのよ。おー、なるほどね。なるほど。邪魔だからぶつぶすっていうね、ジャイアン理論ね。あ、歌がちょっと違う。ブルメリ。あ、お前、ブルベリアイみたいな名前しやがって。偏見とあれがすごい。まあ、秒殺してやるよ。秒殺はできないかもしれないけど。この木は。あやぴか。うわー。ダルシムのダルダルイングリッシュ始まるぞ、これ。頼む、ティラミス、いけ。当てろ。なん。いや、ダメージでかっ。あー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 、引き際も肝心でございましょう。ソネシ、いやー、ダメージでけえな。とりあえずヤカット打つか。うわー、突っ張ってくれ。いやー、たか、かた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 、これカタール代表だ、マジで。あ、間違えた、そんなやつか。まあいいや。まあいい、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 問題はナッシング保有。いやあ、めんどくさいゼリア。非常にめんどくさいゼリアだぞ。一発耐えろ。よくやった。後続につなごう。えらいぞ。しゃあない。ありがとう。よくつないだ。もう容赦しねえ。燃やし尽くすがいい。はあ？めんどくさ。めんどくさ、こいつ。あーおー。
よし、燃やし尽くせ。今までの全部お返しだ。ルシフェリオンブレイカー。オッケー、草レベル上がってく。リーフブレード、強技きた。強技、この入らねえな。オッケー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 。リーちゃんもレベル上がってく。噛みつく、覚えさせとくか。あー体当たりかな。スピードスターはいいか。ヤトウモリかー。炎タイプだよね、炎タイプ。炎悪タイプとかだったらな、楽なんだけどな。炎毒だもんな、こいつ。弾ける炎だと、お前。舐めてんじゃねえぞ。噛みつけ。レベル高くね。今更だけどレベル高くね。いや、これ耐える。オッケー。もーれい。オッケー。もう人にもらって下打ちはあかんぜよ。あかんぜよ。坂本龍馬が出てきたわ。あかんぜよ。はっ、大したもんだよ。ただし、次邪魔したら本気でやっちまうから。あ、勘弁だな。いや、邪魔したくないけど、あいつらが突っかかってくるからさ。ねえ。うん。とりあえず回復してくるわ。はい、回復してきたんですけれど、ちょっと動画長くなってそうなんで、多分この辺で終わるわ、一旦。じゃあ次回ね、島クイーンだっけを戦おうと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。